あ、そう、大晦日夏野くんでしょ。ねえ、俺一個だけお願いがあって。あのさ、俺ね、夏野にどうしても言いたいこと二つあるのね。マジで。そのさ、二つ言い終わるまでさ、夏野死ねとかさ、ふざけないでくんだ。で、俺が言い終わったらもう別にお前ら好き勝手していいから。あとは煮るなり焼くなりしていいから。そこまでさ、ちょっとさ、じゃないとさ、なんかね、ふざけた雰囲気で、俺ふざけてんのかなと思われたらマジで嫌だから。どうしてもね、伝えなきゃいけないことが二個あって、彼に。それ言い終わってからしてくんだよ、みんながふざけんの。俺の順番回ってきたらちゃんと言うから。いや、マジでね、これ言わなきゃ絶対いけないことがあって。ああ、なんかね、何かを言おうとしてダメてるけれども。あ、僕っすか、うん、え、言っていいっすか、どうぞ。いや、皆さんが喋る終わりの待ってたんですよ。でしょ、あと、面白くもない話が引っ張りやがってって思ってたんですよ。そう、加藤純一って言います。あの、覚えててください。はい、あの、ニコ、え、ほんで知ってます？僕、あの、ニコニコ動画大好きで、あの、ずーっとこれからニコニコ動画やっていきたいんで、どうしても二つ言いたいことがあるんですよ、夏野さんに。はい、直接。はい、で、まず一個目は、最近。まず飲んでる。いや、飲みました。いや、酔っ払い。酔っ払う前に言っとこうか。はいはい。おめでとう。いや、でも俺絶対行こうぜ、はい。やべえって。あいつ飲み込まれてる。じゃあ、聞いて、本当にそれで。なんか最近、ニコニコ動画、チャンネル放送、チャンネルでも生放送できるアプリ出したじゃないですか。ダメあれ。じゃあ、あれ、出したじゃないですか。あれ、生放送できないバグがあるの知ってますか？知らねえ。それなんか。一個一個のバグをついていく。で、俺、よし、もうすぐ解散。そう、だから、それね、で、あの、APP ストアで、そのアプリのレビュー見たんですよ。はいはい、星5つ中、夏野さん、いくつだと思いますか？知らないよ。0.5 なんですよ、0.5! すごいねそんなクソアプリ、そんなアプリ、今年あんの？じゃあ、ドワンゴって頭いいやついっぱいいるじゃないですか。うん、頭いいやつがいっぱい、じゃあ、バカだったら、うん、あのバカが作ってるアプリなんだなって。適当なこと、APP ストアって言ったら、あとね、マジ誤解はあるけど、はい、みんな頭良くないぞ。いや、頭いいんですよ。あ、今それ、逆に やばくないですか、みんな。頭いい。じゃあ、あの、勉強できるじゃないですか。で、ちゃんとその分野のスペシャリストが、あの、僕はいると思ってるんですよ。いや、なんかさ、ドワンゴってすごい会社だと勘違いして、いや全然すごい会社だと思ってないんですけど、いや俺は別に全然すごい会社だと思ってないんですけど、頭いいんだろうなと思ってるんですよ、うん、でそういう人たちがいるのにもかかわらず、うん、なんでそんなクソみたいなアプリ作ってんだっての俺言いたいんですよ。じゃあやる気がないから。いや、それはね、それ違うんですよ。やる気は現場あっても、うん、そのやっぱ上の人と下の人の連携が取れてないと思うんですよ。いや、現場やる気ないよ。いや、あります、あります。あるんだったら思ってる。じゃあ俺なんて、あるんだったらバグは潰せる。じゃでしょ、バグも潰せないよ。じゃあ、現場はやる気ないでしょ。一言言ってくださいよ。いや、ちゃんとやる人直してっつって。バグ一個直すのはね。いや、バグ一個じゃない。俺はね、それはね、ほんと正しいと思う。ですよね。ドワンゴってね、実はね、モバイルの会社のはずなんだよ。そう、本来は、うん、で、チャンネルのアプリが出たのはっていうか、あの、チャンネルのアプリが出るまで、つまり2ヶ月前まで、はい、チャンネルはスマホで見れなかった。そう、スマホで配信できなかった。見れないところでよく俺たち頑張ってきた。配信できないってことか、今時スマホなくして、そう、何で成り立ってんだろうと思って。なんでスマホへの対応が遅れる原因は何なんですか？いや、いろいろ大変なんだよ。いろいろ大変、やる気がないだけど、できる。やる気あんだけど。1月中に絶対できるから、これ約束で。どうやって夏野さんが言ってんだよ、ドワンゴさん。見てるか。バグは来年の1月、来年じゃ今、今年。今年よりも直してください。これもう約束しましたからね。いや、それ全然。あともう一個あるんですよ、夏野さん。聞いてください。はいはい、もう一個だけ、これもう声大にして。うちのお母さんが俺の放送楽しみに見てるのに、はい、ニコニコ動画は一般会員にならないと見れないからって言って、YouTube に上がったやつ見れるんですよ、俺のやつ。はい、だから、俺一個考えたんですよ。はいはい、それ、リテラシーが低いだけ。違う、そんなんで、そんなことけ。そんなやつ違う。それ違う。だから、プレミアム会員の機能そのままにして一般会員っていう制度なくせばいいじゃないですか。日本国民とプレミアム会員の2つで分かればいいんですよ。なんでわざわざ一般会員っていうの作ってるんですか？質問の意図が分からなかった。いや、だから一般会員っていう制度なくせばいい。一般会員登録しなくても見れるようにすればいいじゃん。コメントするのに会員登録ないと荒らされちゃうじゃん。いや、あのコメントじゃなくて見ることすらできない。見ることすらできない。要はあのコメントをするっていうのがまずあるじゃん。はい、で、あの動画見るんだったらデイリーモーションでも YouTube でもヨークでもどこでもいいのよ。うん、で、ニコ動って僕はコメントをする場所だと思ってるの。はい、なので、ある程度コメントができる状態でログインっていうのを先にやっといて見てくださいっていうのでコメントする状況を作りたかった。いやでも、今のこの現状見てください。もう好き放題書いてるじゃないですか、みんな。そうだよ。でも、バンはできるじゃん。ただ、はいはいはい、ログインしてないともう本当に書き放題で止めることもできるようになるじゃん。
いやだからもうそれとか困る。あのでもチャンネル作ったやつがいるから、それ2チャンネルで。ちょっと待って、おいおい、2チャンネル作ったやつがこんなこと言ってんじゃねえよ。散々やりたいことやってんじゃねえか、2チャンネルで。関係ねえ、なくしないと。コメントはできなくていいんすよ。コメントはできなくて、俺は絶対認めない。俺は流されねえぞ。みんな流されよかったら流されねえ。2チャンネルとは違う。いやいや、なぜかっていうと、2チャンネルは見ないスレッドは誰も見ない。でそこに関心がある特殊な人だけがそこのスレッドを見る、はい、でもここではこれ見てる人がいるって、でわけわかんないやつ書くやつがやっぱりいるのよ。で、まあ、NG コメントとかも全部設定してっけど、はいはいはい、うるせえんだよ。コメントはできなくてもいいんですよ。お客さん、書いてる人、お客さん、一般会員で開放しちゃってログインもできないと、うん、ここにあーうーいやそう打てないやつとか書いてくる。打てないやつ気持ち悪いっていいじゃないですか、見れるようには。え、見れるようにだからガイプレイヤーでできる。あ、だから見れるようにしちゃうと結局そのログインしないからコメント書かなくなっちゃうのよ。でコメント書かないんだったら別に他のサイトで見ていいじゃん。ニコ動の強さっていうのはコメントなのよ。コメントなかったらだってコメントしかない。他のサイトと全く差別化できないじゃん。だから、はい、僕あれですよ、この前中学生50人と一緒に仕事する機会あったんですけど、はいはい、ニコニコ動画知ってるって人3人しかいませんでした。わかる、本当に、うん、本当に今 その一般知らないサイトで動画見るって時に1回にならないとそれが見れないっていうハードルの高さを、うん、俺多分分かってないと思う。あのね、ごめん、僕はもうやめたからいや、都合のよくじゃ聞いてるでしょじゃだから、じゃこれはやってくださいじゃなくて、ちょっと本当にそういう考えの人もいるんだなっていう。了解しました。はい、受けたまります。受けたまってください。え、アプリは